見えるふりとか、あのとっさにこう取った行動でなんか見えると思われがちなことみたいな、ああ結構あって、なんか例えばじゃああんまりよく知らない先輩の人とかを例えば見たとして、じゃあ街で、でなんかこの辺めっちゃ可愛い子多くないみたいな、やばいよねみたいな言われると、なんかそのなんかノリで、あそうっすねみたいな、ああこの子今の子めっちゃ可愛くない、そうっすねみたいなでもなんか別になんかと、なんかそう別に見えないのになんかその見えるふりをしているとかそういうわけでもなくて、なんかこうどうしても流れの中でその嘘つく気もなければ、別にそのキャッチボール的になんかどうしても見えてる手で話し進めちゃうみたいな、そう無意識に出ちゃうことがあるんですけど、全然見えてないです逆になんかすいませんって感じです。モリフさんとか歩いてて街中なんかね、さっき撮ったさ女の子ちょっと可愛いっぽいんだけど可愛かったみたいな聞いてこられて、結構その人おじさんのパターンが多いです。あれ森さんおじさんっすよとか、ちっちゃいおじさんですみたいなありますよね。結構あります。なんかふとなんか街中で忘れちゃって、なんかあの子ちょっと可愛かった見てたとか言って、いや見てなかったっすって、あちゃんと見てよみたいな怒られて、俺がパッて見てみると普通におじさんみたいな、あれおじさんっすよじいさんっすみたいな、じいさんなんか華奢だからね、シンゴなんか華奢が好きじゃないですかってなるとじいさん、えじいさん、じいさん、じいさんね、じいさん、まあ、髪型次第です、あなた次第と、汚いものが見えないのか綺麗なものが見えないのか、はい、なんかあれですね、なんか信じるか信じないかみたいな、あなた次第、自分次第ピカピカ